はい、どうも、対話です。お疲れ様です。皆さん、こちら撮っちゃいました。バルーンガール。バルーンガール、金バッジ。まあ別に今回ですね、バルーンガールの金バッジを引きに行く動画ではないです。はい、先言っておきます。それではないです。ただ、普通にですね、バルが金バッジの差額引いたんで、バルが固定でガチソロやりたいと思います。レドラバルがですね、ドラバルが。はい、ドラバルがでガチソロ。まあバルがうまく刺さればいいかなと思います。というわけで、よかったら皆さん、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そして最後までぜひご視聴ください。それでは、やっていきます。おっと、お相手が2019のあれをつけてて、リリースアービーのフレンド誰だろう。2019、落ちたむさん、いやリリース使ったかな。落ちたむさん、バジリンさん、うん、いや銀フレ、わかんない。バジリンさんかな、わかんないですね。誰だろう。でリリースの裏も読めないからわからん、マジでわからん。誰だ、これでいきましょうか。ちょっと足いないですけど。野良の宮本。誰だろう。フレンドなんですよね。2019つけてるフレンド。わからん。まあ、キャラパー高いからゴーしましたね。足もいないし、現役もないですけど、パワーは高いなと思って。やっていきます。アリンコ。え、誰だこれ。サキュバスの羽。わかんないなぁ。ここちょシャーク来てもらって、ヘッジホック。ヘッジホック飛ばなかった、珍しい。飛ばないことあるんだ、それ。オッケー、オッケー、とりあえず取りでワンパン、オッケー。さあもうキャラ見せちゃおう。ゴー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 。もうゴリゴリ行こう、ゴリゴリね。わお、ゼウスか。ちょっとゼウスはだるいな。アリンコに来てもらって、よいしょ、ここでまとめて焼く。 OK、 チビブルが引っ張られてんのだるいな。ただここは倒してバルンガールズ。 OK、 バルンガールズじゃねえわ、勝手に増やさないで。勝手に増やさないで欲しい。あられ、早くスキル止まっていい、死んじゃうバルが。スキルゼロなんだか、あられちゃん。頼むよ。勝ちの流れじゃん、今の。それスキルゼロはひどいよ。さあ、爆発頑張ってくれてはいますが、まだお相手にもキャラが残ってると思いますんで。ドローですね、この感じは。くそー、バルガモン残せたらな。あられ切ったんだけどな。閉じ込めて、まあ、閉じ込めても戻ろうなんですけどね、時間間に合わないから。え、リリースゼウスはないでしょ。え、何裏、まさかゼウスなの。え、誰だ、わかんない、誰かわかんない。最高1729でした。誰だろう。結局わからずじまいですね。今一応、調べてるんですけど、最高強 P。最近なんか最高強 P 表みたいなの作ってくれた方がいたから、調べてるんですけど、これか。1729。サトルさんか、んサトルさん、2019持ったっけ。あ、いや、地方ハムさん、あれ、地方ハムさん振るんだっけ。あ、もうなんか困惑っすね。わかんないっす。わかんないっす。で、アリンコリーダーっすね。珍しい。巨大アリンコにはスケ2体重ねしたいな。取りでもらいましょうか。もう絶対取るという強い意志を感じる。もう剣士出しても間に合わないですね。さあスケ出すけど潜られるんですよね。そうなんですよね。待って、剣士ずれた。
最近疲れてるんですかね、剣士がよくずれますね。まあ取ったんでとりあえずいいでしょう。でもレドラ出しちゃいましょうかこれ。うん、燃やしてアリ引っ張って、アリ引っ張ったんですけどアリがこっち来ないでね。このねアリンコのアビリティが攻撃回数アップするんですよ。面白いっすよね。これ倒したのは偉いんだけど、よいしょ、火炎よけできてないな。あでも一回できたな。オッケーオッケー、じゃあまあいいでしょう。ただチビホワに狩られちゃうなこの状況。あでも倒してる、偉い。てか相手のキャラのステータスが低い気がする。なんか団子振ってない気がするこの感じ、わかんですけど。これもバイクさ、てかバイクってかバルが流して終了じゃね。取れちゃった。よく取り取られてますね。これでガバいぞ。どうした？とりあえずスケ2体重ねして速攻で狩りましょう。それでも取る。オッケー。砦は守りたい。オッケー。これで完勝ですね。まあブルガでしたけど、まあうまくね使わせてバルガ流して、バルガもね未だに超強いからな。さあ続いてやっていきましょう。お相手ゴブリンリーダー7体召喚ですね。ゴブリンはやっぱ小粒なんで、こっちも小粒で対抗するから、まあ、スライムを引ければ一番いいですけどね、まあ、迎撃を引くか。流しにも対抗したいし、砦前も対抗したいし、で3コスばっか引いちゃうと積んじゃうんでそこだけ注意。ウルフはマジであり、ただ足がない、まあいいか。火力はいるのでシャークっていう金バッジだし、これでいきましょうか。ゴブリンって足速いですけど、大砲で飛ぶから、まあ、開幕の砦合戦では、まあ、強いですけど、他のね飛ばない足キャラの方が絶対に有効なので、飛ばない足キャラを引いてあげると結構有利だったりするんですけどね。さあここしっかり打ってあげて取っていく。 OK。 さあ OK、美味しいですねこれ。だいぶしっかり押さえて、しっかり押さえた。 OK、 いいよ。とりあえずね、とりあえず OK で、マリオネット剣士2本取られる。ここはしょうがない。これで結構削られてたんで、まあ、ウルフ行くか。ちょっとコース貯めなきゃダメですねこれ。この感じあー行くか。こんだけゴブリンゴリゴリにされたら行くしかないな。一応あれは削れてるんでいいんですけど、ちょっと食らっちゃったか。問題こっからっすね。一応相手裏止まってないですけどね、こっちのキャラ。こっちもね相手のねバルが止まってないんで、そこは何とも言えないですよね。スキル打ったけど死ぬなこれ。あ死なない、生きてる、生きてるって素晴らしい。ただこれ無理だなこの感じ。シャークが頑張ってくれてはいるんですけど、メタドラか、珍しいな。メタドラに持ってかれたなこれ。まあ天才にはできますね一応。ただもうこれ相手後ろ見ちゃうんで負け確っすね。さあ一応抑えますが、残念。剣士がね情報されたところが強みとして出たな今。マリオネット抑えられちゃったんで、ひどい。いやめちゃめちゃ珍しいよ
めちゃめちゃ珍しいキャラ来たよ。マザースパイダーリーダー、マジ？クモ裏何これ。クモブルガとかだとちょっとバルが死んじゃうから困るんだよな。レイドラも死んじゃうし、どうしようかな。クモ今キャラ強くやってないよ。さてどう、とりあえず行きましょうか。ちょっとクモ倒せるキャラ1枚来たかったんだけど引けないな。キャラ数少な、どうしよう。ゴブ行きましょうか。どうせクモいるからゴブ通んないと思うんで、もう開幕から切ってコスト使わせましょう。あーこれ大砲意味ねえ、もったいね。こっちは撃ちますけど、オッケー取ったけどね。さあバルが誘ったらいいな。もう行くしかないから行きました。とりあえず猫猫、うちの兵士が誘ってんな。チビフォアにスキルを打ってほしいところではありますが、スライムはだいぶ使わせてますね。悪くない。ただここも倒したけどスロー入ってる。スライムを倒しきってほしいな。OK、 ゴリゴリいきましょうか。狩られてるな。まあ、裏クレフレ置いて、もうドローだなこれ。これ以上攻められない。相手裏なんだこれ。ドローっすねこの流れは。完全に相手の裏も読めないですけど、何だったんですかね。レドラ行っちゃいましょうかも。ほら、え、もしかして裏大型じゃないのこれ。え、何固定してるんだこれ。マジで何固定してるんだか分かんない。なんだろうこれ。クリフル頑張ってる。ケツ当て、でも飛ばれちゃう。あ、大丈夫。なんすかね裏。兵団チビフォア、プリキュア、わからん。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。今回ですね、バルンガールでやってきました。とりあえずのね、バルンガールですね。まあ、バルガ自体はすごい強い。でもまあ、ブルガで回されちゃうんで、そこだけどう出すか注意ですね。本当に。まあ、対空さえ引かれなければめちゃめちゃ鬼強いからなんで、そこをね、うまくね、立ち回れたらいいかなと思います。対空を引かれずに、まあ、どのタイミングできるか、どのタイミングできればバルガが一番活躍するかっていうのをもうちょっと見極められるといいかな。まあ、要練習ですね。それから金バッジも取って、そこフルにもしたんで、はい。育てた人に使ってみたいと思います。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。